気候変動適応センターの砂川と申します。私の方からはですね、金融保険業における気候変動適応についてということで、簡単ではありますが、ご説明させていただきたいと思います。気候変動の、においては、いろいろな影響が発生するんだということをご理解いただいたかと思います。まあ、そのようないろいろな様々な影響に対して、金融保険業ではどのようなことが影響を受けるのかというところですけれども、一番上に書いてございます通り、やはり、短時間強雨や台風の大型化による災害の発生が一番大きく影響します。これはですね、金融保険業に、ものすごくこう特徴的なことでもあるんですけれども、抱えている支店だとか建物を載せたところが災害で発生をして、損害が被ってしまう。まあ、これもちろん、リスクがございますが、特に大きいのはその、2行目にも書いてございますとおりですね、自社そのものへの影響以外にも、法人のお客様とか取引先の損害、これがですね、大きく影響するというのが、金融保険業には特徴がございます。で、どんな災害が起きているのかなということで、気象庁のページからちょっと取ってきたんですけれども、これ、例えば、災害なので、雪の情報も載ってますが、例えばこの令和2年の真ん中あたりですね、令和2年7月豪雨、これも記憶に新しいと思いますが、九州の球磨川ですね、大きな氾濫が起きました。それから令和元年に行きますと、一番下台風15号による大雨、豪雨、こういうのもございました。こちらはですね、千葉県で記録的な暴風が発生してですね、大規模な停電が発生したということがございました。まあ、これだけですね、この3年2年元年って見ていただいても、災害ってこれぐらい大きなものがですね、災害級のものが発生しているというのが現状だというふうに思います。こちらのページはですね、じゃあ金融保険業についてすでに現れている影響ってどういうようなことなのかというのを具体的に見ていきたいと思います。真ん中、上段の真ん中の部分ですね、一つはですね、気象災害の増加による保険金支払額の増加、まあ、これは下の方にですね、水色の表があります。ちょっと見づらくて恐縮なんですが、歴代ですね、第1位の保険金支払額になったのが何かと言いますと、台風21号、2018年ですね。これは大阪の関空がですね、水没してしまった台風です。これを見ていただくとですね、この災害だけでですね、1兆円の支払いをしています。それから第2番目がですね、2019年の台風19号。これがですね、5800億円。で、3番を飛ばして、第4位もですね、台風15号。これも2019年です。これも4600億円ということで、これだけ見ていただいても、この近年にですね、大きな災害が集中しているということがよくわかります。まあ、当然それに伴って保険金を支払いをしなければいけないので、まさにこの支払い額の増加というのは、保険会社にとっては一番大きく出ている影響だというふうに思います。それから、もう一つ上の表に戻りますが、保険引き受けリスクの増加ということがあります。保険引き受けリスクって何かと言いますと、保険会社にとってみたら、その保険を、お引き受けをする、そのこと自体がもうリスクになりつつあるということになるんですね。特に災害の保険なんかは、まさにそのようなリスクがなりつつあるということです。じゃあさらにですね、今後気候変動が進んで、将来どのようなことを予想されるかというのは右側ですね。まず保険金支払額の増加。これはまあさらに増えていくだろうと予想されています。それから再保険料の増加でございます。ちょっと細かい話になってしまいますが、保険会社っていっぺんに保険金を支払いするのは、リスクを抱えてしまうので、もう一回それを海外の保険会社とかに保険をかけるんですね。ということでリスクを分散するということになります。当然リスクを分散したときに、海外の保険会社から見たときに、もう少し保険料ちょうだいよって言われてしまうんですね。あまり事故が多い。ということで、再保険料が上がってしまう。それから、オペレーショナルリスクっていうふうな言い方をしてますが、まあこれは、事業を運営していく際にリスクです。金融保険業は特にですね、比較的公共性の高い産業ですので、万が一システムダウンとかした場合にですね、ATM が使えなくなってしまうとか、インターネットバンキングが使えなくなるとか、そういった多大な影響が発生してしまうことがあって、信頼性が失墜するということにもなりかねません。ですので、オペレーショナルリスクっていうのはものすごく気を使っているんですけども、そういうシステムとかですね、損害が発生しないように、例えば高いところに移動させるだとかっていうことが必要になってくるかと思います。それから、市場リスクの増加というふうに言いまして、例えばですね、今後保険料がどんどん上がっていってしまった場合に、火災保険なんて入らないよっていうお客さんが出てくる可能性も出てくるわけです。そういうことで、市場における、要は保険に入らない人たちが出てきてしまうんではないかっていうリスクが市場リスクです。
それから、余震関係費用というふうに書いてますけど、これはですね、銀行さんが、例えば融資したお客さんが災害で破綻をしてしまった場合、不良債権が発生します。で今度、不良債権はこれ回収できなくなってしまうので、それはまあ余震費用って言います。その分を積まないといけないんですね、銀行はですね。ですので、こういった余震費用というのも増加してしまう。まあ、こんなようなリスクが今後予測されております。こちらではですね、じゃあそれぞれ適用策は何の、どんなことやってるのかということで、簡単に説明します。一番左側ですね、気象災害の増加による保険金支払い額の増加とか、引き受けリスクの増加、まあ、こういうのはですね、もうそれぞれ分かっていることなので、保険会社は貯金をします。異常危険準備金の積み立てって言ってですね、大きな災害が発生しても、保険会社は破綻してはいけないので、破綻しないように日頃から貯金をしていくんですけど、その貯金をですね、どんどんどん積み増していくということです。まあ、こういうのも適用策というような考え方かなと思います。それから再保険料もの増加っていう将来影響予測がありますが、こういうのもですね、なるべく再保険に頼らないっていう方法も一つなので、例えば固まっているリスク、集積リスクっていう言い方をするんですけども、例えばその河川にですね、大きな10億円の建物がたくさんあるとか、そういうものを全部引き受けてしまうと、1回の事故で大きな保険金支払いも発生してしまうので、そういったことを分散させるっていうことですね。そういった集積リスクの管理。それから先ほどの運営のリスクでいけば、システムのバックアップサイトの設置とか、プログラムデータ、こういったものの分散保管、こういったものも行っています。それから、異常リスクに関しては、まあ、金融事業に与えるリスクの分析をしっかり日常から行っておくこと、それから、一番最後の余震関係費用でいけば、当融資のお客様、融資したお客様に対して、より適切な、余震管理をしなければいけない。まあ、こういったところのつながりで、例えば今 ESG 投資とかっていうこともありますので、どれだけそういった、適用だとか気候変動とかに目を向けていらっしゃるお客様なのかなっていうことも、まあ、金融機関もですね、確認をしていくっていう流れっていうのは、今後も強調されていくのかなというふうに思われます。ここではですね、適用ビジネスの話をしています。金融保険業でどんなことがあるかというと、一つですね、ご紹介しますと、地方自治体向けになるんですけども、防災減災費用保険というのがあります。これは何かと言いますとですね、例えばその、実際に自然災害でによる一定の被害が生じた場合、国の災害救助法というのが適用されます。使われる場合があります。災害救助法が適用されると、国とか都道府県から避難に伴う費用の補助を、自治体は受けることができるんですけど、万が一ですね、自治体が避難勧告を発令した後に、災害が生じなかったりして、災害救助法の適用がされないってことになると、その避難勧告に伴って発生した費用は、自治体は自腹を切らなきゃいけないっていうのがあるんですね。なので、自治体側はこれ出すべきかそうじゃないのかっていうのを躊躇する。っていうふうな流れが、まあ、一定あるといったところから、もし避難勧告をした後に空振りをしてしまった場合でも、その部分の費用は保険金でお支払いしますよっていうのが防災減災費用保険ということに言いまして、今多くの自治体さんで加入していただいているというふうに聞いてます。あともう一つですね、天候デリバティブ、台風デリバティブっていう言い方をして、あまりちょっと聞き慣れないかもしれませんが、例えばその天候の受けやすい業種、例えば、アイスクリームの卸売とか、プールとか、スキー場とか、まあそういったですね、比較的天候に、影響を受けやすいところに関しては、例えば、丸々日以上雨が降ったらっていう条件とか、何日以上、例えば雪が降らなかったらとか、そういうふうな損害の発生の有無に関わらず、先ほど申し上げた条件によって、一定の保険金を支払いしますよというのが、このデリバティブ商品です。で、これっていうのはですね、通常事故が発生すると、どれぐらいの損害が発生したかっていうのを査定した上で保険金とお支払いをするんですが、このデリバティブ商品っていうのは、先ほど言った、何々日以上雨が降ったらっていう条件を満たしたら、すぐに保険金をお支払いするっていうもので、まあ、スムーズにお支払いするっていうメリットがございます。こんなものもですね、影響を受けやすい業種さんのように展開をしている、まあ、適用ビジネスの一つかと思います。で、それから次のページをお願いします。で、こちら最後のページになりますが、まあ、これは適用ビジネスそのものではちょっとないんですが、まあ、ご紹介も兼ねてお話ししたいと思います。一つは滋賀銀行の取り組みということで、滋賀銀行さんではですね、SDGs に貢献する事業を支援するニュービジネスサポート資金っていう SDGs プランというのを開始されました。
ご承知の通り SDGs の13番がですね、気候変動に具体的な対策をということで目標に掲げられているんですけれども、そこのまあ融資第1号がですね、今回まあ浄化技術による陸上養殖による水の循環を可能にするものということで融資が実行されたということです。まあ当然この気候変動13番に関係するようなことをあればですね、これもサポートしてきますよっていうのが滋賀銀行さんの今取り組みです。もう一つ、鹿児島銀行さんの取り組みで、まあ、鹿児島県日置市ではですね、地域おこしの一環で温暖な気候を利用したオリーブ栽培を開始しました。まあ、そんなオリーブ栽培を開始した業者さんに対して、まあ、融資を実行してですね、専門店をオープンして、まあ、地域おこしの一環として後押しをしている。まあ、こちらもですね、温暖な気候を利用するっていうことが、暖かくなってきたからオリーブを栽培したっていう、もしかしたら事情があるかもしれませんので、まあ、これも気候変動にした取り組みを、まあ、一つこう、なんか後押しをするっていうような取り組みをですね、銀行さんされているというふうな情報です。ちょっと駆け足になってしまってですね、わかりにくい表現もあり、大変恐縮ですが、私の方からご説明は以上となります。